はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつざわでございます。売りなら丸なら様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。あらずつ頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。メール党員さん限定の政治活動、明日、幸い雨にはならないみたいですね。紙を使う活動なんで、雨降ったら中止だな、思っておりましたけれども、この分だとできそうであります。皆様、途中抜け、途中離脱全然 OK ですんで、よろしくお願いいたします。支部長さんは自分とこの政治活動頑張ってください。人数そんなにいらない活動ですんでね。女王の国葬は慣例により2週間以内に開かれる模様、ということは9月23日までにはということみたいなんですけれども、続報ありまして9月19日月曜日が有力視されているそうで、英国政府仕事早いっすね。前々から準備してたかもしれませんけれども、96歳ですか、いつどうなっか分かりませんから、そのぐらいになりますと、これにですね、天皇陛下ご出席の意向だそうであります。日テレのみの報道なんで、ちょっとまだあやふやな情報なんですけれどもね。田中角栄の哲学なんですけれども、刑事より葬儀、結婚式は断ってもいいけど呼ばれてるのね、葬式には行けと。葬式は招待状出ない、勝手に押しかけるもんですから、まあ行くと。喜びに満ちた人たちは助けはいらない、例えば結婚式とか、大事な人を失って心細くなってる人たちにこそ寄り添うべきという哲学を持ってまして、田中角栄ね。でもんで、政敵の社会党議員の葬儀にも、なるべく長時間参列してたそうで、雨でも構わず墓地まで行ってみて、そういうことをやってたみたいでありまして、それ見て遺族とか関係者は感激してますよね。天皇陛下のお出ましっていうのは我が国が示せる最大の尊重ということで、誠によろしいんじゃないでしょうか。下々が口挟むことではないですけれども、昭和天皇がエリザベス女王の戴冠式に実は出席していたなんて記事も見つけまして、遠く英国の国葬には行って目と鼻の先の安倍総理国葬には行かない理由はですね、大臣だったから、ということですね。武道館、元江戸城の敷地内にありまして、一の丸かな、あそこは、一の丸、本丸ですね、要するに本丸の中にある北の丸公園の中にある武道館で、皇居の一部と言っていい、まさに目と鼻の先。大臣は大きい進化ですから、あくまで部下ですね。天皇陛下からしたら、総理大臣は陛下が任命してから職務スタート、任命式ありまして、その関係はですね、征夷大将軍を任命して祭りごとをさせたのと何も変わらない。安倍総理国葬にはですね、会社で平社員が死んで、課長ぐらいは葬儀に出ますけれども、そういうのとまだちょっと違うみたいですね。皇室からは秋篠宮皇嗣殿下がご出席の予定だそうであります。ご夫妻で、皇嗣殿下は皇太子の格なので、別にその安倍総理を軽視しているわけではありません。皇嗣殿下ご出席の行事に反対するイコール朝敵だなって私は思ってます。朝敵だこいつら。その朝敵どもの間でですね、国葬に呼ばれたけど行かない私滑稽大会が開始されたそうで、蓮舫辻元が相次いで欠席を表明、ネットに投稿しておりました。ネットの反応です。静かになって何よりずる休み大好きの立憲パ界隈ってこういうのが評価されるの、誰向けの投稿なんだ。招待した方もまさか来るとは思ってないだろう。
と言いつつ出席してもこいつらなら驚かない。人の死を政局にする下賤なやつらと、蓮舫辻元どっちゃも国籍があやふやな連中ですね、あんな人たちに来られても安倍総理喜ばないし、延べでですね70人以上逮捕されてる犯罪組織の関西ナマコンと年頃のやつ来たら警備もピリピリしちゃいますから、よかったんじゃないでしょうか。来んなよって感じ。わざわざ行かないことをアピールするのはですね、遺族と行く人、参列者に対して大失礼、秋篠宮殿下にも大失礼なんだが、まあ、そんなこともわかんないバカなんでしょうね。欠席できるなら弔意の強制されてねえじゃんっていう批判も多数ありました。理屈じゃねえんだよって、あの開き直ってるみたいですから、まあ何でもありなんですけどね。国葬上メロ行政訴訟、東京埼玉地裁に続き横浜地裁でも門前払い。理由はあんたらに迷惑かかんないんじゃん、関係ねえの突っ込んでる、いうですね、あの判決が出て却下されました。この分じゃどこの地裁でも門前払いですね。目指せ全国制覇、門前払い全国制覇。連中のやってることが何よりもですね、論より大声嫌がらせであることを強化する、そのものだっていう、ことを強める司法判断をですね、わざわざ勝ち取りに行っていくって、やっぱ左翼ってバカなのかな、思いますけれども、これじゃあね、理屈じゃねえんだよ言わざるを得ないですな。東京埼玉神奈川の地裁に門前払いされてね、理屈じゃねえんだよ言わざるを得ない。そろそろですね、安倍が嫌いだから反対とか中国共産党に都合悪いから反対って素直に言っちゃえばいいのに、素直に。立憲民主党代表の泉ケンタッキー、呼ばれれば出るかも、ブリブリって言っちゃって、安倍側界隈からですね、安倍への憎しみが足りないとか共産党見習えって叩かれてましたけれども、立憲党としてはですね、出血は各自の判断でって責任放棄したみたいであります。ネットの話グダグダ踏み絵かよ、めっちゃ弔意の自由あって草、強制がどうこうはもう飽きたの、出席したやつに安倍が発狂しそう、出席した立憲の議員がもしいたらってことですかね。上メロは泉と岡田を嫌ってるらしい、野田義彦あたりは出そうだな、泉はむしろ出たいんじゃね、行った議員と行かなかった議員で分裂するんじゃね、これあかもしれないですね、強安倍側と弱安倍側に分かれて分裂するかもしれないですね、立憲。選挙に強い、それゆえ割と自由にできる野田義彦。こいつは自分では保守だ保守だ言ってますけれども、全くそんなことはないんですけれども、偽造保守の松原陣あたり行きそうだけど、またこれでギクシャクするんでしょうね。強安倍側と弱安倍側で分裂すりゃいいのにね。野田義彦なんかは総理経験者ですから俺もやってもらえるかななんて、一瞬でも思ったりするかもしれません。ないです、それ全くないです。少なくとも暗殺されるような弾じゃ全然ないですからね、野田義彦。信長、リンカーン、ケネディ、レーガンは未遂に終わりましたけれども、その昔にはジュリアス・シーザーとかね、暗殺された人を美化するつもりは全くないんですけど、まあ、良くも悪くも存在が大きくないと狙われないっつうの。だから野田義彦は安全安心ですね。鳩山幸雄も、まあ、憎まれてんのは憎まれてますけど、安倍ができなくなった理屈じゃねえんだよのバカ界隈、矛先を昭恵夫人に向ける。昭恵夫人の SNS に国葬辞典して誹謗中傷も続く時点、恥ずかしい正気か諭す声もなんていうのがデイリースポーツですか、トースポーツか、これ、載っておりました。ネットの話、旦那殺された人にこういうこと言いにくか、普通マジのガチに頭おかしい、安倍側という病本当に気が狂っている。安倍側できなくなったら昭恵側かヘドが出るわ。弱ってる人間を叩いて喜ぶ気違い集団、お里が知れるよな。
旦那亡くしたばっかなんだからそっとしといてやれよ、死んだらみんな仏様っていう価値観じゃない連中の仕業ですよね、他国ではですね死後も墓を暴いて晒したり鞭打ったりって、やるらしいんですけどそれと同じメンタルですね。お里が知れますわ。多くの安倍側が信じる共産主義はですねそれ自体が宗教なんで他宗教を心よく思いません、1922年飢えに苦しむ人民に分け与えるという名目でレーニンが全教会の全財産没収を強行しました、で教会を守ろうと抵抗したですね聖職者や信者をですね軍が少なくとも2000人以上射殺したっていう事件がありました、豊島区議会では言ったのこれなんだよ、共産主義者が権力握ったらあなたにいずれ全部よこせって言いに来るよ、だって富を全部党に集めないと数えられないし平等に分配できないんだから、だから逆らえば殺されるし、それが嫌だ、全部差し出すのが嫌だいうのが嫌で逆らえば殺されるし、って言ったら懲罰かけられましたけれどもこれなんだよ、こいつらこそサタンでは、って思うんですけれども、ロシアが共産党、ロシアで共産党が権力を握ったから宗教に対しては狂ったような冷酷な戦いが行われた。神を信じる代わりに社会主義を信じさせ人々の心や精神を支配したのである、これロシア人が書いた記事ですね。中国は党が認めた団体しか布教を認めないっつって、各地で、キリスト教教会を破壊して回っております。今これは共産主義者の唯物論って言いますけれども、この世はただただ物質があるだけで神はいない、霊魂などない、天罰などない、因果応報などない、罰が当たるよっていうのも信じない、こういう連中なんで、どんな残虐な諸行もですね、一切の良心の咎めなく平気で行えるんですね、化けて出られたらどうしようなんて一切考えねえから、こんなひどいことして俺はみたいな、そんな良心全然ないんで、なんせ神はいないっつってんだからやむえないですね。神罰も天罰もないって言い切っちゃってる。昭恵夫人にたかってるハエどもも、まあこういう連中でしょうね。日本人はお天道様が見てるですからね。純粋な日本人がこれやってるとすればね、昭恵夫人を叩いてるとすれば、日本人の道踏み外した特定日本人とでも呼ぶべき存在なんでしょうね。お天道様が見てるが通じない、人間とは関わってはいけないですな。もちろん神社初詣なんかも行かねえんだろうな、こういう連中はな、唯物論だから。ネットで議論、演歌聞いて盆栽いじってゲートボールしかやることなくなるらしいな、老後をどう過ごそうかという議論が行われておりました、ネットの反応ですね。今から演歌好きになるんやろか、家庭菜園もいいぞ、 Y35 歳、すでに金魚の世話と庭の手入れぐらいしかやることがない、35歳で庭持ってんだ、親のうちかな、時代劇がないやん、将棋と囲碁はそのままいけそう、若い頃からこういうのをたしなんでるといけそうですね、私囲碁と将棋はよく知りません。麻雀はよくやってましたけども、今は全然やってない、演歌盆栽ゲートボール楽しめるってめっちゃエリートの高齢者やぞ、プラモデル作り出す、あ、これわかるわかるわかる作り出すかも、農作業はボケ防止にええで、ワイは手軽に観葉植物だな、ワイらはアニソンとソシャゲをたしなむジジイになるんやで、靴沢はあと10年で高齢者枠突入なんですけれども、10年後はひょっとしたら65歳からじゃなくて70歳からね、70歳以上にならないと高齢者って呼ばないよっていう風になっていくかもしれないんですけれども、私が突然演歌が好きになるとは思えねえな、漫画好き、アニメ好き、
アニソン好きのジジイになる可能性が高いであります。最近ちょっと癒されたくて観葉植物買ったらですね、どうも水だの肥料だのやりすぎたせいか枯らしてしまいました。少なくとも攻撃的、暴力的、非論理的で神の存在を感じ取れないお天道様が見てるよが通じない今の左翼老人みたいにはなりたくないなーって思っております。皆様はどんなライフをエンジョイされておるんでしょうか。これは動画見てる高齢者枠の皆さん65歳以上ね、そうでない方は自分はどんなジジイになるのかなっていうのを想像するとまた面白いかもしれません。デトックスジャパン。